イケメンイケメン、なんて私は、幸せなんでしょう。やっべえ、遅刻したっす。あれ、ラルさんの声？わあ、びっくりした。サナエちゃん、申し訳ないっす。遅刻しちゃったっす。え、まだ始まってませんよ。そんなことないっすよ。とっくに始まってる、時間っす。そんな、どこから映っていたのでしょう？どうしたんすか、サナエちゃん。なんかあったんすか？いえ、私としたことが、やらかしてしまったようですね。おおほっほっほ。それではラルさん、改めて始めましょう。了解っす。こんにちは、サナエです。こんにちは、走るバッス。はい、ではタイトル通り、EX 画社を回していきます。もちろん、出たアイテムは、すべて霊夢にプレゼントです。僕は、何ももらえないんすか？おっと、そうでした。今回から、F ジオンに関しては、ラルさんに、プレゼントしますね。本当っすか？楽しみっす。それでは、早速回していきましょう。まずは、シャングリアの連邦です。EX チケットは、90枚集まりました。目玉商品が全部出たら、商品を補充したいと思います。では、回してみましょう。いきなり、レインボーっす。デラックスチケット、ゲットですね。次、回しましょう。またまた、レインボーっす。目玉商品、あと2つですね。はい、どんどん行きますよ。3回連続、赤箱っす。中身は、目玉商品ではありませんね。次、行きましょう。またまた、赤箱っすよ。赤箱なのに、中身は、レンタル機体ですね。無駄な機体をしてしまいました。今度も赤箱っす。残るは、ザニーだけですね。これで、やけ先っす。ザニー出ました。どんな機体なんでしょう。ちょっと楽しみですね。では、商品を補充します。あと3回、回してしまいましょう。レンタルは、もういらないっすよ。目玉商品は、全部ゲットできたっす。今、ゲットしたデラックスチケットも、使ってみましょう。はい、では、デラックスガシャを回してみます。今の、デラックスガシャの中身は、こんな感じです。では、回してみましょう。ジムって、ザクワンと同じ扱いの、機体っすか？ガンダムオンラインの世界では、そうなりますね。じゃあ、ジムはいい機体っすよ。今の僕にとって、ザクワンは、一番使える機体っすから。あなた、いい人ですね。私、ますます。いえ、なんでもありません。次は、シャングリアの、ジオンに行きましょう。はい、着きました。ジュリーは最近、若返りの手術を受けて、イケメンになりました。あら、ラルさんにそっくりのような。兄貴じゃないっすか。で、サナエちゃん、全然違うっすよ。他人の空にっす。まあいいでしょう。
ここの EX チケットは92枚集まりました。では回してみましょう。ここもいきなり赤箱っす。僕もこの S 型欲しいっすよ。次行きましょう。本当赤箱よく出るっすね。目玉聞きたい、全部ゲットですね。はい、じゃんじゃん回していきます。どんどん行きましょう。デラックスチケット出たっすよ。出ましたね。それではここで商品を補充してしまいます。なぜなら S 字音で一番欲しいのがデラックスチケットなんです。はい、次行きましょう。赤箱出なくなったっす。出たっすよ、デラックスチケット。ではまた補充しますね。引き続きデラックスチケットを狙っていきます。はい、マスターメカニックチケットもゲットできました。またまた来たっすよ。あと2枚なのでこのまま回します。以上ですね。続いてデラックスガシャを回してみましょう。はい、まずは今のデラックスガシャの中身を見てみましょう。こんな感じですね。ギャン、ギガン、キングフが出るといいのですが。では回してみましょう。復活のレンタルスカ僕にください。金図ですが、ギャンが出ました。さあ、最後の1枚です。砂の金図は持っていなかったので、よしとしましょう。続いては、フランチェスカの連邦に行きましょう。はい、着きました。 EX チケットは47枚集まりました。早速回してみましょう。ここでも、いきなり赤箱っす。はい、いいですね。次行きましょう。ここでも、ラニーゲットできました。よかったです。赤箱、よく出るっすね。目玉つきたいは、全部ゲットできたっすよ。一番欲しいデラックスチケットが出ませんね。全然出ないっすね。最後の1枚っす。あらら、出ませんでしたね。枚数も少なかったからしょうがないっすよ。実は1枚だけデラックスチケットがあるんです。そうなんすか。せっかくだから回してみましょう。何が出るか楽しみっすね。これって、もしかして微妙っすか？そうですね。まあいずれ、タンクを作る時が、来るかもしれませんし。良かったと思う日が来ることを、願いましょう。
では、最後に、F ジオンに行きましょう。やっと僕のところっすね。はい、着きました。36枚の、チケットが集まりました。ラルさんが来てから、イベント終了まで、1週間しかなかったので、集めるのは大変でした。1枚も、チケットが出ないことが多くて、本当、大変だったっす。枚数は少ないけど、目玉商品は出てほしいっすね。それでは、回してみましょう。来た来た、赤箱っすね。よかったっす、一番欲しかった、S 型取れたっす。よかったですね。なかなかいい感じっすよ。最後の11連は、どうでしょう。なんか微妙っすね。まあ、後で、カラー変更できますよ。残りは、一気に行きましょう。レインボー来たっす。僕にとっては、貴重な機体っすね。泣いても笑っても、最後の一枚ですよ。なんだか緊張するっす。やったっすよ。よかったですね。3機体、全部取れましたね。これで、少しは楽に戦えるっすかね。実は、EX ガシャをやる前も、ガシャを回してるんです。そうなんすか。まずは、GP ガシャを回してみましょう。BGM が入ってないのは、ご了承くださいね。狙いはキングフですが、どうなるでしょうか？それでは、回してみましょう。F 型銃撃装備の、金図っすね。グフじゃないけど、今の僕には、十分嬉しいっすよ。ラルさん、本当にいい人ですね。次は、デラックスガシャを回しますね。チャレンジでもらった、貴重な一枚です。では回してみましょう。オーマイガー。サナエちゃん。全然オッケーっすよ。とりあえず部屋に戻りましょう。ただいまっす。サナエちゃん、僕決めたっす。強くなるまで、初期機体で頑張っていくっす。さっき出た、ザクワンと F 型を主力に、頑張っていくっすよ。あなた、本物のイケメンですね。そんなことないっすよ。ただ、サナエちゃんからもらった機体を大切にしたいだけっす。そんな、あなた、視聴者の方が見てますよ。どうしたんすか、サナエちゃん。物は大切にしろって、兄貴がよく言ってたんすよ。あら、そうでしたの？だから、大切に使うっすよ。ぜひ大切に使ってくださいね。次は、何でしたっけ？次は、僕からの、お知らせっすよ。そうでしたね。お願いします。視聴者の皆様に、お知らせがあるっす。F ジオンで、フレが、新しく舞台を作ったっす。まだ、できたばかりの舞台で。フレの隊長と、僕の二人だけなんすけど。舞台員を、募集してるっす。サバは、フランチェスカ。舞台名は、灼熱のマンピース。隊長の名前は、ハルチになるっす。僕たちと、この舞台を大きくしたい方、入隊待ってるっす。あらあら、ジオンでも、舞台員募集するんですね。直接、入隊申請していただくか。わからないことがあれば、隊長まで連絡してほしいっす。ぜひ、よろしくっす。舞台員の方、たくさん集まるといいですね。霊夢の舞台も、定員まで、若干名誉余裕がありますので、こちらも、まだ募集しております。
ご入隊お待ちしております。なお、どちらの部隊も定員に達した場合はご了承ください。新しく始める方のためにも、もっともっとガンダムオンラインを盛り上げていきたいっすね。少しでも力になれるように頑張っていきましょう。さて、いかがだったでしょう。霊夢には喜んでもらえるかしら。あの子の喜ぶ顔が楽しみなんです。ラルさんは喜んでもらえたかしら。超楽しかったっすよ。ぜひまた呼んでほしいっす。そうですね、次回もまた一緒にやりましょう。それではこの辺で。ご視聴ありがとうございました。